タオルはあちらへ。お湯はもっとたくさん沸かして。どうやらもう自分に手伝えることはないらしい。あの時は俺一人で、人のいない場所で暮らしたいなんて思っていたが、無事生まれました。母子ともに健康です。抱いてみて。暖かい。動いた。動くわよ。お、笑った。今笑ったよな。嬉しいんですよ。俺は父親になったのか。育つんじゃないわ、育てるのよ、私たちで。あ、どうした、どうしたらいい。息子の名前はアルフレート。ルーの提案だ。